予約名簿のようなものが置いてある。これなんだろうね、病院っぽくなったのかこれ、見た目。パソコンがあるが電源が入らない。やっぱフロアごとに全然違うね。時計やペン等が散乱している。パソコンがあるが電源入らない。クロちゃんはうちのマスコットキャラクター、しかし増加のようだ。おっとバカ野郎が。あ、誰だい。おっと待つんだレイチェル。僕だよレイチェル。誰、え、忘れたのかい。ほら僕が君を診察したじゃないか、隅々まで。あーなんかなんかポンコツそうな、あのちょ見た目で判断して悪いんですが、よく思い出してごらん。僕は君のカウンセリングの先生だったじゃないか。IQ 低そうな感じの。ごめんなさい、見た目で判断して。テストで0点取りそうな。ん？私の診察をしてくれていた先生？先生？滑舌が。先生！どうしたの、レイチェル？ほら、僕だよ。ダニー先生だ。ダニー先生。ダニー先生！あ、ダニー。ダニエル・ディッケッセン、ディッケンス。ダニエル・ディッケンス先生。ん？そうだったかな？洗脳されてるこれ。今来たぜ、いらっしゃいね。立ち見も見てるよ。先生、ダニー先生。私のカウンセリングの先生。少し混乱してるね。なんかオレオレ詐欺の手口みたいな。でも無理もないさ。ここは恐ろしいところだ。でも安心して。僕は確かに君の先生だ。ね。そのままは何なんだ？小梅さんかありがとう。あ、そうだった。はい、先生。待って、なんかさ、目の色変わったんすけど、これ。大丈夫なの？なんか投稿開きっぱなしになったんだけど、何これ？洗脳されてる？よかった。それに無事だったんだね。ねえ、先生。ここは一体何？あと私、さっき追いかけられたの。あれは何なの？先生知ってるんすか？僕も全てのことはわからない。けど、君を追いかけてきたのはおそらく殺人鬼だよ。殺人鬼。なんだろうね。ここはまるでゲームの会場みたいだ。殺人鬼に追われて捕まればきっと殺される。追われるのは生贄なんだとさ。生贄言われてたもんね。先生は無事だったの？僕が気がついたらここにいた。ここには僕の他に誰もいないみたいだ。本当だ、確かに先生なんかあれだね。左目が光ってますね。シャリンガンかなあれ。シャリンガンかな。カカシ先生みたいになってる。片方だけ。オビト先生、私すごく怖い。異色かな。レイチェル、怖いのは普通だよ。オッドアイなのかあれ。とにかく一緒に行こう。片方だけシャリンガンっぽい。できることなら僕は君と一緒に生き残りたい。うん、先生。大丈夫なのこの人。白衣。白衣っていいよね。多分俺似合わないけど。義眼、義眼なのかあれ。あれ義眼なのか。閉まってるね。確か診察室に鍵があったよ。診察室ってここ？鍵あったんだったら持ってこいよ。手間取らせるんじゃねえぜ。椅子の上に何か落ちている。鍵を手に入れた。あ、レイチェル、よく見つけたね。僕は確かそこに座っていたんだよ。先生は逃げなかったの？だって君がいるからね。なんか、執着心。セーブしよう、セーブしよう。今来たぜ、いらっしゃい。それに君は賢いからここまで来れると思ってたんだ。パソコンには目の病気に関するデータが表示されている。ゴミ箱からは消毒液の匂いがする。目の病気について。目病気なのかな、ダニー先生。なんか怖いよね。盲信的というか、カルテのようなものが。内容は目に関する疾患が多いような。目に関する疾患。ガラス戸の鍵かかっている。あ、ここの備品は古いからあまり触らないように。君の目に傷でもついたら大変だ。あ、なんかプロフィール読んだ気がするな。この先生なんか目に異様に固執するみたいな。読んだ気がすると、いたな、そういえば、先生。なんか、レイちゃんの目がすごい好きみたいな。言ってた気がする。やばいぞ。眼球マニアだ。ベッドは綺麗に整えられている。目疲れてない？お昼寝でもする？もう口を開けば目、目、目。今昼なの？ほんとだ。そんなところに気がつくなんて。賢いね、レイチェルは。もうベタ褒めすぎて怖いんだが、これ。なんだこれ。姫プレイか何かか。ベタ褒めすぎて怖いわ、逆に。こっちは？鍵閉まってる。うん、ここの鍵はどこだろうね。くそー。もう離れたいわ。先の鍵使うといいよ。どうしたの？鍵。使えるし、鍵ぐらい。鍵を使うと扉が開いた。すげえ。スターウォーズみたいな音になった。
出口は多分奥の方にあるんじゃないかな。気をつけて進もうね。え、でもあれだよね、あのフロアごとにいるやつはフロアを移動できないって言ってたよね。だからさっきのザックもここに来れないし、先生もここから出られないんじゃないかね。フロアごとにいる人だったら先生もここの住人ってことなんじゃないのか。なんだかいくつか部屋があるみたいだね。多分奥の方に出口があると思うから先にそっち探そう。なんで指示されなければ。クソ、なんか怖いんだが誘導されて。ガラスの壁の向こうで行くことができない。ガラス張り、なんだか君と僕の二人で閉じ込められてるようだね。ポエム的なこと言うんじゃない。コメさんがありがとう。ここも閉まってるね。初見さんよかったらコメさんしててね。少し他を歩いてみようか。大丈夫、二人でゆっくり過ごせば何かいいことが起こるかもしれない。くどきに来てるこの野郎。レイチェルにも僕にとってもいいことがね。で、ダニ何歳だこれ。レイチェルと年離れすぎじゃないか。大丈夫か。え、ここに来いって言われなかったっけ。ん、もうないよなアイテム。あ、ここは個室だね。患者さんのロリコン。ロリコンじゃあねえか。そう、特別なね、特別な患者。何これ、緊急呼び出しボタンと書かれているが、すでに押されていて使えないようだ。一回こっきりだろ。囲われた柵の中には綺麗に整えられたベッドが置かれている。あれかな、精神病患者用みたいな、暴れないようにみたいな。監視カメラが設置。立ち見もね、見てるよ。今来たぜ、いらっしゃい。自分の望みを知っているか、欲望を知っているか、それが本能であるならば抗う意味などないに等しい。なぜならそんな意味すらここにいる君は持たないのだから。ただし望みには対価がいる。等価交換の原則、ルールは破らぬように。ルール、ここにはきっとルールがあるんだ。例えば君を襲ったやつはここまでは追いかけてこなかった。確かに何かしらの決まりがあるんだろうね。じゃあこの望みって俺のストライクゾーンですか。やっぱ18歳から上ですよね、法的にやばいので。さあ、それは人によって違うだろうね。そうだな、僕なら綺麗な目が欲しいな。僕は片目が良くなくてね、色も嫌いなんだ。レイチェル、君のような目が僕のだったらそれはそれは素敵だろうね。奪う気満々だこれ。じゃああれなのか、片方が弱視なのかな、あの目がちょっと弱いみたいな、視力が弱いみたいな感じなのか。義眼ではないらしい。片方の目が多分見えづらいみたいな、生まれつきかな。フラグがめっちゃ立ってる。ここは患者さんの病室だね。怖がらなくていいよレイチェル、なんてことない。ベッドがたくさんあるだけさ。それが怖いんですがね。ベッドはきれいに整えられているが少し埃っぽい。点滴にはまだ液が残っている。これどこ調べればいいんだ。あ、ガラス窓があるが奥、外の奥行きがない。ハリボテのようだ。窓には引っかいたような傷がある。ん、レイチェル、これが何の傷かわかるかい。うん、ヒント、この傷をつけたのは患者。さあ、この傷の意味は。逃げ出さそうとしたんじゃないの。わからない。あ、それでいいんだよ。そんな患者のもたらした傷の意味など君はわからなくていいんだ。じゃあ聞くなや。じゃあ聞く、なんで聞いたし。なんだ、試したのか俺を、この野郎。あ、壁に文字が書かれているが埃をかぶっていて読めない。ふーってしよう、埃取らないと。やめておきなさい、目にゴミが入る。それはきっと患者さんのつまらない弱音のようなものだよ。ダイイングメッセージじゃなく普通の人間の心の愚痴さ。今木田さんいらっしゃいね。先生は読めるの。いや、僕の片方の目が良くないからそれを読んでもね。でも埃を、よしなさい、目に汚れが入ったら大変だ。ほんとこいつ目しか見てねえな。君は目を大事にしなさい、とても綺麗な目なんだから。あ、そういえば奥へ行く鍵は僕が持っていたんだよ。怪しさしかない。そろそろ行ってみようか。そろそろってなんだ、そろそろって。君とゆっくり過ごすのも楽しかったけれどね。いただく番だと今度は。これどうにかして読めないんですかこれ。どうにかして、くそ、絶対ダイイングメッセージ的なもんじゃん。読んどかないと死ぬみたいなことかな。本当に口を開けば目目目。まだね、始まったばっかりだから今北さんも楽しめると思うよ。あ、こっちか。開けるね。ほよんって。暗いから気をつけて。
これ明かりついててこの明るさなんだよな。うわあ、行き止まりやー、行き止まりやで。手術室？言えた、褒めて。そうだよレイチェル、少し怖い。怖いなんてそんな。ねえレイチェル、君の目よく見せてくれないか。やめろ、やめてくれ、やめよ。あーレイチェル、本当に綺麗な目だ。なのに恐怖に怯えた目をしてしまって、まるで普通の目のようだ。僕は悲しい。君の本当に綺麗な目を見たい。この悪夢から目を覚ませば、君の瞳に映るあの青い月のような美しい静けさは戻ってくるのかな。ねえレイチェル、僕はね、その瞳のそばで生きていきたいんだよ。いやー、先生、先生が。さて、少しここで何かないか調べてみようか。僕この辺りに大事なものを置き忘れてしまってね、探さなきゃ。もしかするとレイチェルも心の落ち着きを取り戻すかもしれないよ。噛んだよ。刺そう、後ろから。このポシェットでこれを首に引っ掛けてグルーン、グインやろ。こう、グーンって。これを首に引っ掛けてグーンしようぜ。もう、もういいから。正当防衛でいいから。もうポシェットでグーンしよう。もう、手術用の機械のようだ。もう、さて、どこに置いたかな。あはは。あれながら、あれは我ながら上出来だったのにな。なんかあれでしょ、目のコレクションみたいなもんでしょ、どうせ絶対。あの、ホルマリン漬けの目みたいな。これ、これか？違うか？水道には水が通っている。手術道具のようなものが置かれている。空の瓶とピンセットが置かれている。あ、レイチェチュー、レイチェル、奥に行くのかい？そこの廊下、暗いから気をつけてね。奥で僕の探し物ているものがあったら持ってきてくれると嬉しいな。先生は何をしてるの？覚えてないのかい？ほら、僕を見つめてごらんよ。その綺麗な目できっと君なら思い出せるよ。カミカミです。ヒントをあげる。僕の瞳はアレキサンドライト。どういうこと？君の瞳は100万ボルトみたいな歌あったよね、昔ね。地上に降りた最後の天使。なんだ？なんだなんだ？二つらみたいなもの？なんだろうここ。先生の探し物はここにあるの。歌謡曲かな。君の瞳は100万ボルト、地上に降りた。瓶に詰められた標本のようなものが歌かな。懐かしいな。今思い出した。すごいたくさんの空瓶が、液体が入った。一部が潰れ、液が濁っていて何かわからない。あ、1万ボルトだったっけ。にわかでごめん。100万じゃなかったか。100万ボルトはピカチュウだった、ごめん。うん、ピカチュウと混じっちゃった。君の瞳は1万ボルトか。中には無数の義眼が入っている。どれか持っていく。はい、どれを持っていこうか。待って、今何つった？君の瞳は1万ボルト、1万なんだっけ。1万ボルトじゃなくて、1万ボルトじゃなくてピカチュウは10万なのか。やめて、そのツッコミ恥ずかしいから。アレキサンドライトってことは、これ間違ったらどうなるんだろう。逆にちょ、間違ってみようか。ちょっとじゃあ緑とか持っていこうか。これ間違ったらどうなるんだろう。死ぬのかな。バイオ機のようなものが入ったケースの中で無数の目玉が。これ目だ。全部青い目。やっぱ青なんだな。ブラウンと書かれた棚には無数の瓶が丁寧に並べられている。ヘーゼル。ちょ待って。間違い見たいよね。ブルー。ブルー。これ全部目だよね、多分。グリーンの瞳。ヘーゼルって何色なの？ヘーゼルって。レッド、レッドわかるけど。グレーもわかる。ヘーゼルって何？ヘンゼルじゃないよね。ヘンゼルの目みたいな。ブラウン、茶色。ヘーゼルって緑なの？まあ、ちょっととりあえず緑持っていくね。違ったら死ぬかの？これいい。先生、これ。緑、うん。これを僕に選んでくれたんだね。レイチェル、もしかすると君の潜在意識に僕はいるのかな。だけどあと一歩足りない。その目で僕をよく見つめて。君のダニー先生だよ。なになになに。褐色なの。あれ知らなかった別に。じゃあもう一回間違えてみる。お前なんて眼中にねえよという意味合いを込めまして。行くか。赤持っていくか。
おめえなんか眼中にねえよ。赤い目でどっか見つめてろよ、みたいな。ほら、先生これ、レイチェル？素敵な赤い義眼だね。僕はこの色が好きなんだよ。だからこの色を選んでくれたのかな？もしかして僕のこと少しは思ってくれてた？でも惜しいね。当たってるけど違うんだ。これは預かっておくよ。だったらもう素直に青持ってこい。言えや、お前。何やねん、これ。言えよ、青持ってこい。青、青だよって。遠くから叫べよ。青だよって。なんだよ、死ぬのかと思ったけど。まあ、いっか。まあ、いっか。あ、そうだ。今だったらあれかな。さっきの壁の文字読めんのかな。あー、レイチェル。危ないからね。一人で出歩かないように。ダメやったでー。ダメやったでー。諭されてるし。先生、これ。あはは、レイチェル。これを僕に？もちろん、青い目は大好きだよ。君も青い目をしてる。でも僕はこの青はいらないよ。君の目に比べれば、まがいものだよ、これは。青い瞳は君だけでいいんだ。おっと？あー、レイチェル。僕はうっかりしていたよ。僕の義眼があるところには、鍵をしていたんだ。そして、その鍵は、僕のポケットの中だった。あ、やっぱ義眼なのか、左目。左目悪いからもう摘出したってことなの？やっぱ義眼なのか、左目。はい、これ。え？僕の目、できれば、君に見つけてもらいたいんだ。あ、じゃあこれ全部持ってくるのが正解だったのか？もしかして。全部。ねえ、レイチェル。え？何より手をされた鍵。銀がたくさん入ってた棚で使えばいいの。もう自分で行けよ、もうこれ。これ？この鍵、義眼がたくさん入っていた棚で使えばいいの？どこだっけ？ここ？これか。何？ここだ。引き出しの鍵を開けた。中には義眼が入っている。何何？この義眼、二つ目がついてる。え？え？何何？レイチェル。先生。ああ、見つけてくれたんだね。それが僕の探していたものだよ。二つ？この義眼先生のなの？そうだよ。ああ、それを見ても、君は何も感じない？思い出さない？え？何？君は未だに夢の中なんだね。何何？それを貸してくれるかい？それをつけないと、やっぱり僕は調子が出ない。え？二つってことは両目が義眼なの？君と僕のためにそれをつけることが必要なんだ。え？レイチェル。はい。ありがとう、レイチェル。僕は今からこれをつけるから、少し向こうの部屋で待っていてね。なんか着替えるみたいな。え、そんな厳かな作業なの？義眼をつける作業って。逃げちゃ許さないよ。恥ずかしいのかな？恥ずかしいから見ないで、みたいな。おかしい。おかしい。おかしい。先生はあんな風じゃ。怖い。このままここで待っていて大丈夫なのかな？大丈夫じゃなかろう。明らかにおかしい。ちょっと待って。わー！痛くない。そっか。そんな陽気な感じじゃダメか。ちょっと待って。ここになんかないのか？さっきいたところに。逃げよ。もう逃げよ。よし。わー、へいしょ。鍵が。先生が閉めたの？え？逃げないとダメだ。何かこう開けるものを。さっき先生がいたあたりに何かないかな。ここだ、ここだね。ほら、着ぐるいの裏に何か落ちている。バールを手に入れた。エクスカリバール。勝利を約束された。これで扉をなんとか。今北さんいらっしゃい。今殺戮の天使やってるよ。面白いよ。素手じゃ開かない。エクスカリバールを。隙間にこれを差し込んで。硬い。でも。おお。今日は初見プレイなんでね、縛りはないよ。もう少し開いた。やばいぞ。びっくりした、びっくりした。レイチェル、どこに行こうとしたんだい？あ、ハロー。逃げちゃダメだって言っただろ。ここは僕のフロアだよ、先生。このフロア以外に君が逃げたら、僕の手で君をどうにかできなくなるじゃないか。いや先生、いや、君の生きた目をそばで見続けることが僕の望みだったのに。もうダメだ、仕方ないんだ。君はもう僕の理想の生きた青い目じゃない。だからレイチェル。え？
その目を僕にちょうだい。この顔この顔よ。なんか目になんかバラみたいなの入ってないですか？大丈夫ですかそれ。あ、そういうこと、そういうこと、これか。緑の目と青の赤の目、目が2つ入ってるって、1つの目に2つの目が入ってるってことなのか。あ、え、待って、え、どういうこと、え、待って、え、どっちが義眼だったの、これ、え、こっちが義眼だったのか、じゃあさっき。俺てっきりこっちが義眼だと、なんだこれ、わかんない、わかんない、どう、うわー、ダニー。やめて、やめて、やめて。あっちが義眼だったのか。話して、話してよ。やだ、やだ。え、なになに、捕まっとる。捕まっとる先生。あ、レイチェル、そんな顔をして。そのセリフ、そっくりそのままあんたに返すぜ。そんな顔してどうしたんだい。やめて、話して。本当に、ただの青い目になってしまったんだね。僕は悲しいよ、レイチェル。なんかカチャカチャ言ってる。これ、ザック来るんじゃないかこれ。ねえ、ガチャガチャ言ってるよ、遠くで。ねえ、思い出さないかい、どうして君がここにいるのか、こんな目に遭っているのか。そうすれば君は君を取り戻すのに。ザック助けて、お願い。あの素晴らしい目に戻って僕と共に生きよう、レイチェル。やーい。このさ、みんな見えるかな、このちょっとあの目をパチパチしてる顔がすごい可愛い。極限状態だがめっちゃ可愛い。あ、ギシギシ、あれか、これの音か、レイチェルの動いてる音か、これ。そういうことか。俺てっきりザックかなんか、開けてよーみたいな、遠くの方で、開けてよーってやってるのかと思った。ダメかー。レイチェルちゃんの音か、このギシギシ。お願い先生、本当にここから出して。レイチェル、それでも君の目は今までのどの人間の眼球よりもずっとずっと美しいよ。あ、話して、私お父さんとお母さんのところへ帰りたい。レイチェル、今北さんいらっしゃいね。大丈夫さ、君はすぐにお父さんとお母さんに会えるよ。もしかして二人死んでんのかな、もう。君のお父さんとお母さんはね、君を地獄で待ってる。え、天国じゃないの、地獄。なんか悪いことしたのか。え、なんかいろんな意味で気になる。なんで地獄。え、なに、なに、なにこれ。さあ、レイチェル、眼球。下長いな、下が。下乾くぞ。ザック、ザック。レイチェル？これ何？これ何？これ左上のって何？眼球？眼球なの？ん？レイチェル？レイチェル！ああ、やっぱり君は、なんて素敵な目をするんだ。え、いい目してるの今。じと目みたいな。今すぐこれを外してあげるよ。え、なになに？さあ行こう、レイチェル。なになに？覚醒したのか？僕はなんて幸福なんだ。え、なに？あ、来た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 ！お前！ザック、ザック、ザック、ザック！ひゃははは！おいおい、ダニー、なんて幸せな声出してやがんだ。我慢できずにお前を切っちまったじゃねえか。お前出てこれんのか？あのフロアから。なあ、お嬢ちゃんよ。ザック。てめえ追いかけてきたら、とんでもねえことになっちまったな。なあ、行きたいか？なら今すぐ逃げろよ。逃げてもがけ、希望を抱いてな。そこをぶっ刺してやるよ。ウィー。でもほら、私は今覚醒中だよ。ああ？覚醒してるの私。深い目をしていた。つまんねえ顔だな、おい。せっかく俺がこうやって刃の先を突きつけてるのに、行きたいとも思わないのか？やっぱあれか、先生は絶望の顔が好きで、ザックはあれか、行きたいという顔が好きなのか。何、真逆なの？そういうことかな。ねえ、もうなんか、どうでもいいわ、私、みたいな。なんか、別に、とか言いそう、すごい。試写会で、別に。感想はどうですか？別に。言いそう。俺はまともな成人男性だから、お人形さんを切り裂く趣味はないんだよ。いそう、ハイパーメディアクリエイターみたいな。なになに、あ、ルール違反か。裏切り者の出現。フロア6の者がフロア5の者を攻撃した。これはルールに反すること。
以下レイチェルに続き裏切り者が生贄となりました。あ、二人とも狙われるってこと？まともの意味を調べ直してこい。確かに。ああ、冗談じゃねえな。くそ、逃げるか。にゃーのー、にゃーのー。え、置き去りこれ。そうだ。私は生きてちゃ、ダメなの？え、なに？レイちゃん、レイチェルは何があったの？うわぁ。先生の瞳、もう閉じてて見えない。先生、もう見えないらしい。今北さんいらっしゃいね。立ち見も見てるよ。ここはもう行かなくていいのかな？レイチェル生きてほしいね。ちょ、セーブしとこう。こまめにセーブしすぎかな。うわぁ！ザック、お前、ザックバランだぜ。お、ガラスの壁が破壊されている。ザックすげえな。力技かよ、お前。ち、あかねえ。お、叩いてもぶっ壊れねえしよ。開けてよ。ここ開けてよ。ザック、タグどうすりゃ。はっ。気づくのか？あ、なんだお前。のこのこ荒れやがって。どういうつもりだ？あん。あのね、立ち目見てる。見てるよ。何？お願いがあるの。ああ、お願い。私を殺して。そんな悲しいこと言うなよな。死にたがってるの。ほら、引いた。どうした、うん、どうした、お腹痛いのか。うおれ、うわ、すごい、出た。タンじゃないよな。おうとしたのか。気持ち悪いこと頼むなよ。うえ、俺はてめえみたいな頭おかしいやつに構ってる時間はねえんだ。お互い様じゃね、それは。な、気持ち悪いこと言ってる暇があるんだったら、ここどうにかしろ。そう、わかった。吐いたのか、あれ。ザックは何食べてるんだ？これちょっと、汚い。汚い、これ。汚い、どうする、これ瓶に詰めて持っていくか、これ。くそ、さっぱり焼き方わかんねえ。苦手なんだよ、こういうのはよ。汚いらしい。エレベーターの扉は閉ざされている。私に何とかしろと。おっと、あ、さっきの埃のとこ行ってみようか。読めなかったとこ、ここじゃねえな。こっちか。文字見に行こうか。で、ここかな。埃を取る。まこっついらっしゃい。見てるよ。助けて助けて、怖い怖い。三人いたのに、ここにいるのは私だけ。殺しに来る、殺しに来る。三人のうち、私だけが殺される。まるで、それが当然のように、ここの奴らは私を殺しに来る。あいつらを解放したのは誰？助けて、助けて、神様！神様？神様って、殺されることは許してくださるよね。あれだよ、自殺とかは、すごい、罪が重いんですよ。これだっけ？うん、張りぼて、引っかいた傷が。ここじゃないのか。ちょっと戻ってみようか。初見かも、いらっしゃい。初見さんも、常連さんも全部見てますからね。こっち、かな？なんか調べれるとこ増えてないかな。目に関する。フラグが立ってないかい、どっかで。鍵かかってる、ベッド。ここでついてるよ。ついてる。ちゃんとついてます。時計の針。あ、こっちかな。鍵、もしかすると先生なら。あ、うん、そういうことか。先生の体調べろと、まさぐれということですね。体を、ガサゴソと。もう全部脱がしちゃおうぜ、パンツとか。パン1みたいな。ポケット触る。腹いせんに。裸に、白衣みたいな。裸に白衣でちょっと、座らすとこ、椅子に。鍵を手に入れた。裸白衣で。鍵手に入れた。管理室。エレベーター管理室。向こう。丸裸に。うん。もしくは水拳2のジャッキーチェーンみたいに、吊るそう。うん。門のとこに吊るしとこう。鍵を使えば OK。え？動いた？何が？え？
先生動いた？何が何が？動いた先生。全然見てなかった。え、先生動くの？嘘。うわ、見てなかった。うわ、動画で見ないと。動画で見ないと。え、マジで？うわ、え、見たかった、それ、リアルタイムで。マジでか。一回だけだぞ。ツンデレだ。一回だけだぞ。サービス、サービスって。あ、エレベータースイッチ。これか？押す。動いてた。やっぱ脱がそうか。やっぱ脱がそうか。くっそ、見たかった。コメさんかありがとう。よかった、しゅげんさんもコメさんかしてってね。今、殺戮の天使という神ゲーやってるぜ。面白い。絵もストーリーも凝ってる。おう。おい、このエレベーター開けたのお前か。そう、私は言うの。うん、そう。今北さんいらっしゃい。見てるよ、立ち見も。はは。そうか、お前か。なんだなんだ。なあ、お前、さっき殺してほしいって俺に言ったよな。言った言った。言った。俺バカなんだよ。だからさ。一緒にここから出る手助けをしてくれよ。そんでもって外に出ればお前もちったいい顔するかもしれんだろ。そしたらお前を、お前を殺してやるよ。ザックこんな顔してたのか。ミイラ男だねこれね。完璧ミイラ男が服着てる感じになってるな。なんなんだろう、焼けたのかな炎で。あのルローニケンシンの獅子王誠みたいな感じ。初見ですいらっしゃい。あのね、ダウンロードはね、下の裏あるが貼ってあるから、そっから行ってね。本当？もしくは殺戮の天使スペースダウンロードでもできます。ああ、お前がちゃんとやればな。だからザックは生きたいと願う者しか殺さないと。なんかツンデレっぽいねこれね。絶対さ、絶対なんかあの、私生きたいってなってもチェーみたいな、お前なんか殺す価値もねえぜみたいな、ふんみたいな言いそう。ふんふんって、わかった、殺さないし、ふんふんって。どうせ出れるんだろうお前。じゃあとっととこんなところ出ようぜ。出れるくせに。最終的にザック、あ、こんなん持ってたんだ。ザックでかい鎌持ってるな。鎌なのか斧かと思ったわ。ツンデレツンデレ、絶対最後出れるからね。ふんふんって、ふんふんって。ザック・レイチェル好きーみたいな。おい、なんだ、下手な真似はすんなよ。あと、はしゃぐんじゃねえぞ。ザック一番はしゃいでね。おい、お前、エレベーター開けたらお前かっつ。はしゃいでない、ザック。特大ブーメランぞ。俺さ、幸せそうなやつとか、嬉しそうにしてるやつを見るとよ、つい殺しちまう。自分は対象外なのかな。おい、お前、わかった。まあ、てめえの死んだ目じゃ、その心配はいらねえか。ブーメランぞ、それ。特大ブーメラン投げてきやがった。うわぁ、フロア4。いいですね。なんか、フロアごとに全部違うから、すごい新鮮。肌寒いところ。なんかね、すごい贅沢な気分。一つのゲームでなんかいろんな世界観っていうのは。いいな、これ。このシステムいいな。ち、また B4 かよ。また？さっさと行くぞ。はい。4階。いいよね。やっぱ一つのゲームって世界観が統一されてるから、一つのしかないけど、これなんかいろいろできるからいい。水の中に何かある。あ、まだか。ごめんなさい。まだか。あ、なんだよ。何があんだよ。なんだろう。まだだったか。わかんねえのかよ。じゃあ俺もわかんねえ。そう。バカなのね。わかんねえもん見つめても仕方ねえだろうが。ほら、さっさと行くぞ。俺もわかんねえって。ザックいいキャラしてるよね。うん、俺の焼き鳥を、まあ、二つにしたけど、やつは。あれ、何なんだろう。忍者とか隠れてるのか、下に。水遁の術みたいな。筒が出てれば、忍者の可能性ワンチャン。